二刀夢乃さんという方がいます。知らない方のために二刀さんがどういう方なのかっていうのを、まあ、分かりやすくこうイメージしてもらうためには、そうですね、サンデーモーニングに出演しているような方といえば、あっと察しがつくんじゃないでしょうか。二刀さんは社会活動家で若い女性を支援する活動を行っています。それは本当にねすごいなと思うんですけども、主張がかなり強かったりするので反発を食うこともしばしば。先日行われた衆院選では自公政権は終わらせたいというツイートがあったりするので、まあ、方向性は見えますよね。ただ立憲のヤバい男性も結構ボロカス言っているんですよ。ドン引き発言で批判を浴びた本田平直氏を、まあ、かなりね、ボロカス言っていますし、今回新潟で当選した米山隆一氏に対してもボロカス叩いています。米山氏のことはパパ活回春親父という表現を使って何度も罵倒しています。さらにそんな米山さんを推す野党もおかしいんじゃないかということでね、批判を展開しているんですよ。まあ二刀さんは人権をね、まあ、かなり重視されていると思うんですけども、まあ、僕から見るとちょっとバランス崩れてないかなと。米山さんが過去にした行為は褒められたものではありません。というかダメでしょう。米山さんが新潟県知事時代に発覚したマッチングアプリで20代の女性と、まあ、知り合ってですね、まあ、こう金品の授受のあった、まあ、いわゆる援助交際、まあ、これがあったんですね。で米山氏は辞職して再起を図りました。そして今回の衆院選で立って見事に当選をされたと。ですから有権者は米山さんを、まあ、いろいろありましたけれども今回の選挙で評価したということになるでしょう。今米山さん的には大変ハッピーでしょうね。そんな米山さんに二刀さんは激しい言葉を次々と浴びせています。ツイートを連投しているんですが、例えばこういうものです。パパ活売春したことについて、今は奥様がいる、もう女子大生には欲情しない、女子大生と純愛したかっただけ、いつまで掘り返すのかという人がいるけど、妻がいる男も普通に回春するからね、男性たちこそ分かっているはずだよね、買われた女に人権はなく回春者は堂々とし議員にもなれる。二刀さんの主張としてはとにかく男性が悪くてですね、もう女性には何も言わないと。ハッピーメールにしたってそんなね強要できるようなものではないでしょう。つまり両者間の利害が一致したからこそ成立する話です。もちろん何らかの金品が伴うような、まあ、そういうやり取りだったとしたらこれは問題なんですよ。だって普通に考えたら売春ですからね。ですから米山さんが責められるっていうのはまあ当然の話なんですけれども、それ二十歳過ぎた女性がそっち何の問題もないんでしょうか。というか買われた女に人権がないって何なんですかね。それ勝手にこうあなた人権剥奪してません？このケースで言うと、例えば米山さんに騙されてこうね良くないことされたとか言うなら大問題ですけれども、そういうことじゃないわけでしょう。まああの界隈的には女性が体を売る、そんな社会の構造自体が問題だとか言うでしょう。ただこの売春をいくら禁止したところでそこに需要と供給がある限り、まあ、ある程度こう社会が豊かになったとしてもなくならないでしょうね。性というのは人間にとってとても重要な部分ですよ。これ僕が別に売春を肯定してるっていうことじゃなくて、やっぱりその人間が人間である限りこの性の衝動っていうのは永遠になくならないだろうなという話です。で禁止されてるからこそ、まあ、やばい行為なわけですよね。でやばい行為だからこそ多少こうね高いお金が動いてしまうと、そういう構造っていうのは多分ねなくなるんでしょうかね。人権意識高い系の人ってそれ意識高すぎるがゆえに他人の人権軽視してるってありませんか。だから自分があいつ人権意識低いなって思った人に対してもう何でもね言っちゃうんですよ。二刀さんは先ほどのツイートに続けて、そして妻も夫の性欲処理器ではないと書いているんですよ。これにブチ切れたのが妻の室井ゆずきさんです。はあ、これ私に言ってんのかとご立腹の様子。流れ的にそう捉えられても仕方ないですし、これは一線超えてしまったな感があります。まあ両方野党支持者なんですけどね。米山隆一氏をめぐる女のバトル、竹内まりやの喧嘩をやめて、ちょっと古い歌ですけど流してやりたい感じです。もうなんかあの辺見てるとね、もう極端だし独善的すぎてやっぱり広がっていかないですよね。例えばそのね女性の地位向上というかその働き方にしたってその賃金格差とかってよく言われるじゃないですか。だからそれを正していこうっていうのは多分社会にこう結構広がる理念だと思うんですけど、なんか極端な人がいるとですねちょっとなんかね良くないですよね。というところで今日は以上です。チャンネル登録もぜひお願いします。